はい。台はピアラブです。トルコの大地震は人工地震かということをお伝えしていきたいと思います。トルコで大地震が起きて甚大な被害が 発生しておりますえ。その地震が起きるですね、え数日前に、このような非常に不気味な雲が出ておりました、うん。まあ非常に不気味だしね、まあ悪魔的な感じを受けます。 大地震の前にはね、まあ非常に不気味な雲が出るというようにも言われてるわけなんですね。うん。えー、またね、その、トルコとロシアの間にね、パイプラインというものが建設されていたっていう話もあるんですね。うん。で、まあもしね、これが、 えー、人工地震であったとしたら、えー、目的はね、そのパイプラインを潰すためだったのではないかとかね、えー、または、えーまあ、人口削減だったのではないかとかね、うんまあ、そういったことが今言われております。うんまあ、3600人以上っていう報道がされてましたから、 まあ、大変な被害ですね。うんご視聴いただき、ありがとうございました。